中山拓実のサスティナブルジャズ。ジャズ。この番組はさまざまなゲストをお呼びし、ゲストにまつわる音楽観やジャズの持続可能性について語り合います。中山拓実のサスティナブルジャズ、お楽しみください。こんばんは、サスティナブルジャズ、今日は第5回ということで始まりました。ご覧いただいている皆さん、ありがとうございます。ジャズサミット東京代表取締役、サックスプレイヤーの中山拓実です。よろしくお願いします。ジャズサミット東京の紹介を先にちょっとさせてください。ジャズサミット東京はジャズサミット東京プレミアムという月額制のジャズの動画のサービスをやっています。もうね、皆さんご存知かもしれないですけど、散々言っていって、どんどん知っていっていただきたいと思いましてね、言っています。ジャズサミット東京プレミアムではオリジナルの高画質な動画などを中心に月額1000円でご覧いただけるサービスです。なかなかライブに行けない人も、地方にいる人もジャズを身近に感じて楽しんでいただければという思いのもと、撮影をしていっています。次回の撮影はですね、今週になりましたね。今週4月22日に私、中山拓実がリーダーを務めておりますトライデントというユニットが森山武雄さんと、コラボといいますかね、共演をさせていただくんですけど、その映像を収録して、来れない方もご覧いただけるように、いつものジャズサミット東京プレミアムのクオリティの動画を初めて収めたいと思っていますので、お楽しみになさってください。そしてサステナブルジャズはですね、昨年より始まって、これまで毎月1回これまで4回計4回配信してまいりました。今回も前回に引き続き無料にて YouTube で公開配信させていただいております。アーカイブも残りますので、あんなこと言ってたなとか、こんなこと言ってたなとか、あそこで噛んだなとか、そういうのもね、アーカイブでも楽しんでもらえればと思っています。初めてご覧いただいている皆さんもいるかもしれませんが、ありがとうございます。コメントも楽しみにしていますので、どしどしコメントしてください。そして、Twitter や Facebook、Instagram のフォローや YouTube のチャンネル登録、そしてできましたら、ジャズサミット東京プレミアムの会員登録の方よろしくお願いいたします。ということでね、いきなり最初にこう宣伝していくのがこのサステナブルジャズのやり方なんですけど、では早速ゲストの方をね、ご紹介していきたいと思いますが、私の方から、プロフィールをご紹介したいと思います。今回のサステナブルジャズは、ジャズクラブの経営者の目線から見たジャズの持続可能性、噛みましたね、言ってたらジャズの持続可能性についてお話を伺いたいと思います。ゲストプロフィール、前田真理子さん、お呼びしております。長崎県壱岐生まれで、0歳から福岡市博多育ち。寿司屋のアルバイトの経験から23歳の時にバーテンダーの道を歩む。サントリーカクテルアワードなどの大会に出場し、 NBA、 これ初めて知ったんですけど、日本バーテンダー協会を NBA というんですね。福岡支部では研究部に所属。福岡時代に自主企画でジャズピアニストの平戸裕介さんのソロピアノを開催したことを機に、ライブイベント企画などをスタート。8年前に東京へ移住し、 LD&K に入社。3年前にジャズバー琥珀のブッキングマネージャーとして、東京渋谷からライブミュージックの感動や文化を広めるため、発信継続中ということで、ご紹介しましょう。前田真理子さんです。イエーイこんばんは。こんばんは。ようこそお越しくださいました。お邪魔してます。いつもお世話になっております。こちらこそ。僕は琥珀さんはどんくらい前ですかね、半年ぐらい前ぐらいから、もっと前、1年ぐらい経つのか、もっと前だと思う。あ、そうか、うん、でもそのたくみくんのジャムセッションとかをなんかこう定期的にって、はい、しだしたのは半年前ぐらいから。そうかそうかそうか、そうですね、うん、非常に
お世話になっております。最初にお店についてと、そして、株式会社 LD&K さんについてちょっとお話をお伺いしたいんですけど、うん、はい、LD&K さんはレーベル？そうですね、あのレコード会社、インディーズの、はいはいはい、レコード会社なんですけど、はい、飲食事業部もあって、そこに、まあ、うちの歌川カフェだったりとか、はいはい、ライブハウスだったりとか、はい、いろいろあります。なるほどなるほど、もう幅広く、そうです、幅広くやってらっしゃるということで、はい、所属アーティストさんがテロップが出ますかね、日食夏子さんとか、かりゆし58、ガガガ SP さん、スペシャル、スペシャル、はい、ガガガスペシャル、ゆきあきらさんなど、はい、もうなどなどなどの感じで、はい、はい、コメント欄の方に今スタッフがあのリンクを貼らせていただきますので、ぜひご覧いただいて、本当にねめちゃくちゃ幅広く、そうですね、あのうちの社長の代表の大谷秀正、はいはい、もう愛すべき狂った社長がもう僕もお会いしました。そうですよね、はい、あのこの間ちょっとね一緒にねそうですね、そうちょっとねみたいな、飲ませていただいて、はいはい、本当にザックバランで話したらね、すごいザックバランで、はい、もう本当に面白い社長で、はい、そうそうそう、でも狂ってるんですよやっぱり。あ、そうなんです、そう、まあ、少し感じたかもしれないですけどいやでもなかなかやっぱもう素晴らしい提案と発想力と行動力で、うん、そうなんですよ、本当に幅広く、ダンススクールとか、そうですね、ダンススクールもあの子うちの会社やってて、はい、レコーディングスタジオだったりです、です、デザインの方、そうですね、あのクリエイティブアーティストの方々も、何ですかね、うちの会社に所属アーティストもいて、うん、今度また新しくなんか事務所兼、あ、オフィス兼カフェが神南の方にできます。あ、はい、その辺もじゃあウェブチェックしていただけると、ね、はい、見れるということで、はい、いやもうぜひぜひチェックしてください。よろしくお願いします。はい、で、その中の飲食事業部ということで、宇田川カフェさんがまず始まって、はい、そこから小白さんが3年前に始まったという。はい、そうです。最初からマリコさんが、そうですね、オープン当時から私いるんですけども、はい、最初の半年間ぐらいは別にブッキングをちょっとしてもらってる方に入れて、はい、入ってもらって日曜日ジャムセッションっていう形でスタートしたんですけども、はい、でだんだんとじゃないですかね、もうしっかり私が半年後ぐらいからブッキングマネージャーとして、はい、あのやっていこうってなって、はい、やりました、スタートしてます。じゃあ最初は日曜日のセッションから、まあ、今は、え、たくみくんってその時来てもらったことなかったっけ？いや、僕はもう本当に小白さん、もうずっと、あ、そうだ、そうだよね。そうなんです。実は、小白歴浅いんですよ。そうだ、なんかさ、深くないやろ。関わり方が、新参者にして。濃ゆくないみたいな。土足で踏みにじるかのように、行かせていただいて。そんなことはないけど。もう非常にね、こう、お世話になって、いきなり。そうなんです。実は、そう、そんなに長くはなくて。そうだね、思い出した、そうだ。それこそ僕の知り合いのミュージシャンの皆さんが「いや匠君は絶対琥珀相性いいと思う」とか何かすごい「行ったら楽しいし素晴らしいお店だし素敵なところだし」っていうのをお伺いして行きたい行きたいと思ってて、なかなかタイミング合わなくて、でその中でベースの三島大輝さんが最初どっかでご一緒した後に「今から琥珀行くけど」みたいな、そうだ、でお伺いしたのがきっかけで。そこ結構まだ短いんだ実はそうは思えないんですけど、やっぱりね、人と人って年月じゃないんですよね。そうかもしれないです。本当にお世話になってます、うん、こちらこそです。で最初はじゃあ日曜日だけだったセッションが、はい、今はどんな、もうセッションというよりも、はい、そのライブが入ってない日はバー営業をしてるって形で、はい、そうですね、週のうちに、2回か1回ぐらいバー営業があるぐらいで、はい、あとはライブが入ってます。じゃあ特にこう決まった曜日でどうっていうよりも、そうですね、今のところは何かを決めてっていうことはないんですけど、先々はまあその月の 第3日曜日は何が入ってるとか、うんうんうん、そういったことも決めていってもいいかなと思ってます。いいですね。そうなんです。どういったミュージシャンの方々が
出演されてるんですか？そうですね、うちは、まあ、ジャズバー琥珀、まあ、ジャズミュージシャンが、メインにはなるんですけれども、はい、ジャズファンク、あとたまにあのポップスのミュージシャンも出てもらってますし、今後シャンソンもちょっと好きなので。あ、そうなんですね。シャンソンの世界観だね。シャンソンもいいかなと思ってますね。すごいですね、幅広く。幅広いんですけれども、やはりでも誰でもっていう感じではなく、やはりライブ力がある方たちと一緒にいろいろ発信していきたいなと思ってます。あ、すごい。そのやっぱりマリコさんが基本的にブッキングをこう誰に出てほしいとかっていう形で。もちろんそうですね、誰に出てほしいっていうのもありますし、あの私東京に出てきたのが8年前で、はい、まあ、その時トランペッターの山田武三さんとか、はい、あの知り合ってたので、はい、もうその時から。でも武三の知り合いの知り合いとか、教えてもらったり紹介してもらったりとか、うん、そうやってなんか広めて、つながりで、はい、そうでしたもんね、つながりつながりで、そうですね、いいですね。その今お話しいただいたそのジャンルを隔てなく出てもらうみたいなっていうのは何か意図があって、そうですね、あの私もやはり最初はジャズミュージシャンじゃないとやっぱしいけないのかな、ジャズバー琥珀としてはとか考えてはいたんですけれども、うん、はい、やはり私ももともとライブ好きなので、音楽好きでもあるし、はいはい、ライブというものが好きなんですよ、うん、もちろん今ってすごい便利な世の中で、なんでサブスクもあるし、はい、それこそいろいろ家でも楽しめるっていうのはすごい大切なことだと思うんですけど、うん、はい、でもやっぱしライブって、うん、ライブにしか入れないものってあるでしょ、うん、そうですね、絶対にあるんですよ、ライブの魔力というか。いや本当にそれこそが、まあ、一番原点、音楽の楽しみ方の原点。そう原点ですよ、やっぱ足を運んで、はい、一緒の空間で音を聞いてっていうことなんですけど、はい、そのやっぱしライブの素晴らしさっていうのを発信していきたいんですよ、琥珀から。なるほど、うん、なのでやはりそうするためにはやっぱりあんまりこうきちきちってジャンル分けっていうのは、うちの店は必要ないのかなと思って。なるほど、はい、うん、なんかそういうことではなくて、もっと幅広く、例えばファンキーミュージシャンだったりポップスのミュージシャンであっても、まあ、ジャズのミュージシャンもいろんなことをチャレンジするじゃないですか、はい、ファンクの人たちもいろんなことをやっていくので、うん、そこに垣根いるのかなっていうのはあって、うん、それは CD を買うときにジャンル分けは必要であるけれども、うん、迷わないために、うん、けどライブではそういうことは必要ないかなと思って、うん、確かにそうですね、はい、なるほど。なんかその今日はどんなジャンルっていうかその、うんうん、まあ、なのかっていうことをお店のホームページであったりとかその看板であったりとかっていうのに書いてあったりとかするんですか？あ、今日 の, あのそうですね、大体1ヶ月前のライブはホームページに記載してたりとか、はいはい、あとは、まあ、その日のやつは SNS で毎日更新してます。そうですよね、いつもタグ付けしていただいて。タグ付け勝手にしてます。いやいやしていただいて、僕自身はあの琥珀さんではあの月に1回ぐらいをめどにセッションを最近やらせていただいていて、はい、まあ、それこそ固定ではないんですけど、メンバーも割とバラバラではあるんですけど、うん、本当にいろんな、まあ、僕の近い世代から下の世代にホストをやっていただきながら、うん、もう楽しく本当に盛り上がるもんね、特に。いや、なんか異常な盛り上がり、みんなくくんなんだっておかしいでしょ、みんな腕上がってるから、ね、最後の方がいとか言ってね僕がちょっとあの煽りながらも、うん、大丈夫かなこの人たちとかひどいよねちょっと思っちゃうんですよね煽ってんのお前だろっていう。いや、みんなもう笑顔でね、いやいつも本当楽しくやらせていただいていて、うん、なんか やらせていただいてる中でその立地っていうのもすごくあって、うんうんうん、あの、まあ、若者も来やすいし、みんなにとって行きやすい場所っていうのがあるかなっていうふうに思って、渋谷駅から5分です。まあもうね、本当にめちゃくちゃいい場所ですよね、はい、もう5分もかからないところもあるかもしれないですね、路線によっては、路線によっては、うん、いや本当に。であと空間が僕すごく好きで、あの
なんていうかおしゃれですよね。場所がなんというかスモーキーな感じというか。あ、そうですね、スモーキーな秘密の隠れ家っていうコンセプトあるんで。ああやっぱり感じ取ってました、はい、社長がもちろん内装はい、考えてくれたんですけれども。あ、じゃあデザインを、そういうデザイン。そうですね、でその中で最初のオープンの時からあるのが、まあ、カーテン、はい、窓のところにカーテンがあるんですけど、はいはい、尾形光琳のクジャクという作品をプリントしたものがあるんですよ、はい、それを機になんかやっぱしキャラクター的な琥珀の、はい、なんかクジャクだよねってなって、うん、で社長が次に探し出したのがあの本物のクジャクの剥製。はあ、はい、はい、あります。ありますよね。あれ大体みんな、え、あれ本物ですかっていう、クジャクって意外と大きいですよねっていうのから始まるんです。そっから今ライブステージの方に絵が描いてあると思うんですけど、はいはいはい、もう LD&K の所属しているアーティストで、大城宗美という画家さんに描いてもらいました、はいはい、いや本当に。あと天井の傘、そうです、も印象的です。そうなんですよ、もうあの琥珀という漢字の文字も、チェミさんという書道家の方に描いていただいて、すごいこだわりにこだわり抜いた空間なんです、ね、だからこそのなんかこうそういう場所で演奏される音楽って、うん、絶対にそういうのを影響を受けて発信されると思うんで、うん、なんかまあミュージシャンがとっても好きな箱ですよ。ミュージシャンが好きな箱。あ、そう、もうそういう風に思ってもらえたら嬉しいですね。皆さん本当にそういう風におっしゃってますし、もう僕も大好きなお店なので、あの今後ともよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。あのそして何よりもあのお酒がね美味しい、ね、ありがとうございます。ですよね。なんかいろいろな種類のお酒を置いてありますよね。そうですね。あの本当は、多分今年はですね、多分もうちょっと増えると思います。お酒の種類だったり、あ、さらにですか、うん、カクテルの種類だったりとかも。さすが、NBA 出身のそう、それをもう僕そのプロフィールお読みしていて、NBA ってバスケット思ったでしょ。そうそうそう、日本バーテンダー協会。そう、日本バーテンダーアソシエーションって言うんですよね。あ、なるほどね。そう、なぜ日本だけがジャパンじゃないのかっていうね謎もありつつ、そうです、ね、まあ歴史古いので。なるほど。まあ、NHK みたいな、まあ、みたいな日本、まあ、そういうことですねなるほど。いや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 、なんかそのお酒を、はい、そのライブをやってる時間以外にバー営業されてるっていうふうにおっしゃってたんですけど、うん、営業時間としては今はどんな形で、はい、今は、はい、あのもうマンボウも抜けまして、はい、夜の7時オープンの平日は深夜の2時まで、はい、で金曜日土曜日祝日前日が5時までやってます、はい、あ、そうです、ね、オープンは変わらず7時です。うん、はい、いいですね。いや、じゃあぜひ皆さん、そうですね、楽しんで。ライブは基本的にうちは7時オープンで8時スタート、うん、で2セットだったりとか、まあ、ジャムセッションの場合はね通しでやりますけど、はいはい、大体10時半ぐらいまでですかね。うん、はい、なんかそのオーディオにもこだわってらっしゃると思うんですけど、はい、その普段はどういったものを流されてる？あ、普段はもうレコードですね。うん、そうですよね、はい、レコードを流してるっていうのは印象的。 それはやっぱりこだわってレコードを流したいっていう。やはりレコードの音っていいじゃないですか。いいですよね、温かくって、はい、やっぱ CD で CD も流すんですよ。 CD もやっぱ、はい、あのうちに出演してもらってるミュージシャンたちもいっぱい CD を出してるので、うん、はい、聞きたいので、はい、流したいのでかけるんですけども、はい、まあそれとは別に基本はレコードの音を楽しんでもらうって感じですね。なるほど、なるほど。いや、本当に空間が素敵ですし、あの、まあ、ライブ聞きに行くのももちろんいいですし、フラットライブやってない時も僕も飲みに行きたいっていう、なんかレコードかかって美味しいお酒を飲みながら、そうそう、結構ミュージシャン来ますよ、マリコさんと話しながら最高の時間じゃないですかっていう、はい、マリコさん自身がその、まあ、ジャズに
ジャズを聞き始めたというか、あ、その今こういう形でジャズに関わってらっしゃるきっかけみたいなっていうのは、はい、きっかけは、はい、もう本当に街中を歩いてて流れてた音楽がすごく気になって、はい、でもまあ、ジャズなんかなってふんわり思ってたんですよ、はい、でもジャンルとか分かんなくって、はい、先輩に相談したら、あ、それはまあ、ジャズのソロピアノなんじゃないのとか、うんうんうん、そういう話になって、うんうんうん、そしてもうジャンルが分からなかったのでもう CD も買いに行けないんですよ、はいはい、何を買えばいいのか、はい、それでなんかレコードがいっぱいあるバーがあるじゃないですか、はい、そこのマスターにいっぱいいろんなものかけてもらって、へ、であ、これにこんな感じです、こんな感じですって言ってそしたら、あ、これはジャズのフュージョンですねみたいな、あなたはジャズのフュージョンが好きなんだと思いますってなって、そっからいろいろと自分で購入したりとか聞いたりとかライブ行ったりとか、そのマスターもすごいですね、めちゃめちゃ探してくれて一生懸命何を探してる、あなたが確かに今ね、今思えば何を流してくれたんだろうってね、全部ね、そうですよね、そうそう、写真とか撮っときたかったなみたいな当時スマホあったかなギリぐらいの時代ですからね、うん、そうかそうか、それをきっかけにジャズにハマっていって、そうですね、それからなんかライブを企画されたりっていうこと、そうですね、なんかやっぱライブを見に行く中でミュージシャンの方たちと終わってお話しさせて、うん、はい、店やってるんです、で、あ、当時福岡で店やってたので、あ、はい、で遊びに来てくれたりとかして、それがきっかけになんかもうどうしても福岡に呼びたいっていう、もうそのパッションだけでやり抜いたっていう、やっぱりそのそこですよね、音楽が人を感動させて人がなんかこう音楽をつないでいくっていうか、それはまあさっきおっしゃったみたいにパッション、うんうん、人のまあその感情によって持続していく感じがありますよね。共有したいですよね。なんかこう素晴らしいと思うものとかいいものとか、いいです、ね、感動したことってそうですよ、ね、人と共有したいじゃないですか。そうです、ね、で、うん、同じ感動じゃなくても、うん、この良さを知ってもらいたいっていう、そうすごいですね。いや本当にそういう人がいるからなんか演奏できているんだなっていうのは常々感じて思ってますありがとうございます。琥珀さんのね様子今ちょっといろいろお話ししたんですけど、ここでじゃあ一旦琥珀さんの映像が皆さんもう琥珀にいるような気分を味わっていただきたいので、映像を流させていただきたいと思いますが、前々回かな、お越しいただいたゲストの牧野龍太郎さんが、ジャスミント東京の映像に参加してくださった時の映像がちょうど琥珀さんでの収録だったので、はい、そちらの映像をご覧いただきたいと思います、牧野龍太郎さんでミー&ミセス・ジョーンズです。6:30 and no one knows.
はい、ということで、なんかもう懐かしさすらありますね。僕あの撮影結構前な感じもするんですけど、いや、あの牧野龍太郎さんはどちらで出会われたんですか？いや、牧野さんは実はあの私が福岡にいる時に、はい、あのライブで牧野さん来られてたんですよ、福岡にライブで、はいはい、その時にちょっとお話しさせてもらって、うんうんうん、そっからきっかけで。なるほどなるほど。じゃあ結構長い付き合いというか。そうですね、うんうんうん、はい、時がもうどんどん経っていってそうなんですね。なんかこの時は牧野さんと、ギターの松尾雄道さんと鈴木直人さんの、3人にご出演いただいて、はい、うん、今見ていただいた映像は、バーカウンターをバックに、はい、撮らせていただいた映像で、はい、本当になんとなくお店の雰囲気もね伝わったかなと思いますけど、うん、普段はあのそっちじゃなくて、ステージがその反対側にありまして、そこにクジャクがね、クジャクがいます。その脇にクジャクがいます。クジャクがいっぱいいます。いろんなクジャクが、ね、いろんなところに。そうそう、でもその本物はね、本物が一体いますね。すごいなんか神々しくいるんで、なんかそうですね、本当にあの時もどっちを背景にしようかめちゃくちゃ迷ったんですけど、なんかバーカウンターも間接照明がすごい素敵なので、こっちがいいかななんて言いながら撮らせていただきました。ありがとうございます。さて後半はタイトル題して、はい、ジャズクラブのサステナブルジャズということで、ジャズの持続可能性について、はい、
マリコさんの目から見た話をしていただければっていうふうに思ってるんですけど、なんかもうざっくりですけど、なんかこうジャズの未来、これからジャズってまあどうなっていくのかとか、あるいはジャズのお店がそのジャズの将来に向けてどんなことをやっていくのかっていうようなあたりをお話をお伺いしたいんですけど、そうですね、あのもうジャズのもうジャズの未来という私が語るのはちょっとおこがましいのであれなんですけど、そこはちょっとなんですけども、私が思うなんかやっぱ素晴らしいミュージシャンにと出会って、あの出演していただいてる中で、私もすごいやっぱしもっといろんな人に聴いてほしいっていう思いが強くなっていくわけですよね、やっぱり。で、なんだろうな、何から話せばいいのかなって感じなんですけども、その知ってもらわないとってことじゃないですか、まずは、そうですね、まあぶっちゃけた話、どんなに素晴らしいミュージシャンで、どんなに情熱的なミュージシャンでも、知ってもらわないとこう感動って連鎖しないじゃないですか、感動だったり何かを与えることって。じゃあどうやって知ってもらうのか、もちろんうちでライブすることによって知らないお客さん、あのその方を知らないお客さんが来て知ってもらう、そして、まあ、今 SNS で流してもらってなんか広まるってことも一つの手段ではあると思うんですけども、そうですね、なんかまあ、個人的に思うことも言っちゃっていいですか、もうそういう回ですから、ね、なんかなんだろう、やっぱりミュージシャンって見られる仕事だと思うんですよね、なんかそうですね、でどんなにお客さんが少なくても多くても見られてるってことを、その音だけじゃなくて意識した MC だったりとか、服装であったりとか、なんか自分のキャラクターを作り上げるってことも必要なのかなと思います。その別にそのプロデューサーがついてるとか誰がいるとか、じゃあレコード会社に所属してるとかじゃなくっても、そうじゃなくっても、まあ自己プロデュース能力っていうのが結構これからは大事になってくると思います。今結構昔は絶対そういう人たちがついてて、あのデビューしてた人も多いんですけど、今結構自分で何でもやれて、あのデビューする人も多いので、そうなんですよ。でこの YouTube チャンネルもそうだと思うんですけど、やはり自分たちでこうやってチャンネルも作れたりするわけじゃないですか、なのでやっぱしミュージシャン、ジャズミュージシャン、ジャズの未来って考えるとなったら、やっぱし学校、ジャズの学校卒業してなんか真面目にって、真面目がいいんですけど、真面目も素敵なことなんですけど、なんかもっと自分をアピールする、自分の内面をアピールすることをしていくのは大事だと思いますね、まず。やっぱりそのそれぞれ、まあ、服装であったりとか、MC であったりとかっていうところがこうセルフプロデュースできてる人はお客さんが来やすいっていう、やっぱりその思考があると思います。で楽しいじゃないですか、あの MC とかでハーって笑わかしてくれたりとか、時間をなんとなく作ってくれてる、言葉でなくてもファッションとかでも、いや別にそれはおしゃれじゃなくてもいいんですよ、なんかおしゃれにしろっていうわけじゃなくって、その人の魅力を出せる、自分の魅力を出せる、なんか自己プロデュースですよね、全てにおいて。やっぱその清掃であるあればおしゃれかっていうと、そうでもなかったりとか、そうそう、スーツ着とけばいいみたいなのって違うと思うんですよね。なんかそれこそパッド目線になんて、ね、ボーダー、あれでかっこいいからすごいっていう、まあ、そういうキャラ作りというか、きっと作ってるのかもわからないけど、でもなんかこうそのそれこそ内面をっていうところが一番、そうなんですよね。なんでかって言ったら、ライブって私はミュージシャンじゃないから感じ取る方なんですけど、もううわってこうグッとくるライブの時のミュージシャンって、もうふつふと多分心の中にあるものを形にできる人たちなんですよね、音、はいはい、それを音にして、そういう人たちだからなんですよ、なるほど。結局その音楽自体が それほどまでに内面から出るものを表現できてる人だからこそ、よりこう広く、あのアンテナ張ってる人たちに向けてはその内面の表現を音楽として届けることができるけど、そうじゃない人たちに広めるためには、音楽以外へのアウトプットをもそれぞれのアンテナに届けることができるっていうようなことですかね。なんかそれこそ
やっぱりファッションと音楽ってすごく通ずるものがあるかなって思っていて、うんうんうん、やっぱりロックの人の服装だったり髪型とジャズの人の服装だったり髪型って全然違って、まあまあそうですね、まあ、割と分かるというか、まあ、ギタリスト大体長髪とかまあ、まあ、なんかそれぞれにこうイメージはあるよね。そういうイメージがあるぐらいにこうファッションと音楽、うん、音楽の内容っていうか結構密接かなっていう風に、まあ、文化だもんね結局。そうですね、そう文化を作っていく役割だし、なんかそこの周波数みたいのがあって、 それにそういうのが好きなお客さんが多分いっぱい集まるのかなっていう風には、うんうんうん、もっと自分出しちゃえばいいのにって思ってる私いつも。出しちゃえ出しちゃえみたいな、まあ、確かに特にね音楽勉強しましたみたいな感じだとそっちに意識がこういかずに音楽だけ、そうもうずっと心の中で譜面見てるみたいな感じ。あ確かに、でもその自己表現の一部でしかそれは実はなくて、うん、そうじゃないところに広げた時にもっと人々にとって、そう胸の中に入るってことだよね、きっかけになるっていうことですよね、うんうん、確かにそれはおそらくミュージシャンの目線からはなかなか分かりえない、音楽にすごく没頭しすぎると思うんで、うんうんうん、なんだけどもマリコさんのような立場の人からすると、うん、そこっていうのはすごく見えていらっしゃるのかなっていうふうに思いました。なるほど、ありがとうございます。なんかそのお店として、うん、そのミュージシャンにとってはそこは多分発信していくことっていうのすごい重要かなっていうふうに思ったんですけど、なんかお店としてなんか持続可能性を考えた時にどんなことを考えてやってらっしゃるお店としては、はい、まあ、将来のことっていう将来のやりたいこともあるんですけど、はい、まあ、今としてはやはり SNS とかも活用しながらなんですけども、はい、あの魅力的なブッキングをやっぱしていきたいなと思ってて、なんか、まあ、なんだろう、さっきもね匠くんが振ってくれたんですけど、うちはもう ドジャズばっかりじゃないんですよね正直、はい、もうジャズファンクもやってますし、まあそれぞれそれこそシャンソンもやりたいなって言ってるぐらいなんであれなんですけども、やっぱし音楽うちの店で発信していけるってことは音楽のライブ力なので、はい、それを感じてもらうことなので、それは継続してやっていきたいな、はい、もっともっと魅力的な店作りっていうのをミュージシャンたちとあの一緒にタッグを組んでやっていきたいっていうのと、あとやはり渋谷っていう立地もいいですし、はい、そうですね、先々やっぱしあの最初本当はフェスやりたいんですけど、いいですね、そうそう、それはやっぱあの渋谷区の、はい、協力もいりますし、スポンサーだったりとかも必要だったりするので、最初はまず自分たちだけでできることってなんだろうって考えた時、回遊イベント、はい、あのまあ、渋谷っていろんな店があるじゃないですか。そうですね、ジャズの、まあ、ライブをしてない店でもジャズのレコードを流してますとか、はい、ジャズ好きなマスターだったりとか、まあ別にそれ飲食だけじゃないくていいと思うんですよ。例えば洋服屋さんとかでもジャズが好きなとか、はいはい、まあ、それこそ、まあ、ジャズだけにこだわらなくてもいいんですけど、なんか音楽、はい、ライブを好きな人たちと一緒になんかそういう店舗を含めてなんか回遊イベント3日間とか、なんかそういうのもちょっとあの自分たちでできるんじゃないかなっていうのもあるん で、 いいで、ね、そこからですかね、まず考えるのは。確かに系列店もいっぱいありますし、そうですね、そういった意味でも、うんうんうん、全然すぐにでもなんか実現できそうな感じも。そうですね、それもう1年ぐらい前からミュージシャンのスケジュール押さないといけない。あ、そうですね、それはあるかもしれない。コロナのねあれもあったので、いや本当にそうなんです、構想はいろいろあるんですけど、はい、ただそろそろもう本当に来年に向けて考えたいなとは思ってますけどね、はい、そういったもの考えて行動したいなって。いや素敵ですね、うん、なんかあったらぜひなんか告知でお手伝いさせていただいたりとか、 あと出演は、あ、 いいんですか、もうそんな今なんかこう、ね、もう匠くんはゲットやろいい先にぜひぜひ今年は嬉しい限り。そうですね、本当に渋谷は今ジャズがなんか渋谷はさらに暑い感じに、お店も渋谷に移転されてとか、ね、あの
キョコママの、そう、ボディアンソウルさんも、ね、ボディアンソウルさんも来て、はい、最近ね、嬉しいです、はい、移転したりとか、まあ琥珀さんも、ね、うん、ここ3年前からっていうのもあったり、はい、なんか本当にこう、まあそれこそさっきおっしゃってたみたいに文化っていう面でも渋谷ってすごくファッションもあるしっていうところがいい街だなっていうふうに感じている中で、ジャズも今そういった形でガンガンエネルギーある、あ、もう起きてると思うんだよね、そうですね、ジャズの文化、ジャズのエネルギー、うん、渋谷がまたなんかこうジャズのホットスポットとしてこれからさらに来るんじゃないのかなっていうのは、なんかこう東京在住の身としてはすごい感じていまして、あとそのボディアノサウルスさんにしても琥珀さんにしても、あのただジャズっていうだけ、ジャズのライブのお店っていうよりも本当に一般のお客さんがフラッて来て、で、あのお食事だったり、あのまあ、お酒だったり、うんうんうん、なんかそういった形で、うんうん、まあ、ウデアソウルさんは本当にカフェとしてもやってらっしゃったりとか、うんうん、お客さんは夜、ね、はい、朝までバーっとしてやってたりとかっていうのもあって、うんうん、なんか本当にいろんな人たちを巻き込めるとこ、うん、場所なんじゃないかなっていうふうに感じてまして、はい、なんかそういったところからこう一般のお客さんがなんか、あ、このお店ジャズのお店なんだって、うんうん、なって、じゃあ今度ライブも来てみようかなみたいなきっかけは自然にすごく起きているのかなっていう。最近やっぱしそういった20代前半の若い女の子のとか、はい、まあ、カップルだったりとかが、はい、ジャズバーって来てみたかったんですとか、ライブ見てみたかったんですとか、来てくれることが、まあ、パチパチ増えてきて、いい感じになってきてるっていう、いいですね、なんか、まあ、本当に、まあ、いろんなお店ありますけど、価格帯とかに関しては、はい、そのあたりって何か意識されてることってありますか？価格帯は、まあ、あまり何ですかね、今って、はい、まあ、世の中みたいなところあるじゃないですか、はい、そういうところからいいものは生まれないと私は思ってて、うん、はい、あのもうそれ安くて何か自分の欲しいものが手に入るって素晴らしいことだけれども、うん、なんかそこじゃないところでうちはやりたいんですよね。やっぱしいいものだったりとか、はい、空間も美学なんで、はい、あの空間も一緒に何ですかね、こう提供したいってことなので、はい、そしたらこの水一杯がいくらっていうだけじゃないんですよね。あ、そうですね。じゃあ自動販売機で買えばいいだけだね。そうですね。確かに、本当にこだわり抜いた空間だからこそ、そこあと時間ですよね。空間と時間、うん、それをやっぱし楽しんでもらいたいですよ、はい、うん、いろんな人たちに、若い子たちも、いや本当にそこの塩梅っていうのがなかなか難しいなっていうのを感じていまして、うん、はい、結局聞いてもらいたいからといって安くこう提供してしまったら、うん、そこの価値自体が認識されないまま、ね、あ、こんなもんなんだっていう風になってしまうなっていう風に思っていて、まあでも若者の何かこう学生さんとかお金ないだろうし、まあ本当になんかそこら辺をどうには、まあ、お店によってによってたりとか、例えばいろんな、まあ、ライブを聴ける場所魅力ってあって、例えばブルーノートさんとかだったらもうチケット8000円とか1万いくらかとか、はい、もうおしゃれして特別な日になんか自分の本当に不安な時に行くとかいうのもあるわけじゃないですか、はいはい、まあ別に普通にフラットでも行ける店だけどね、はい、ブルーノートはね、はい、でうちとかの店舗は、まあ、琥珀に関してはあのミュージックチャージ制もあるし投げ銭制も導入してるので、あー、はいはい、でテーブルチャージはうち500円なんですけども、うん、まあ、意外と気軽にフラッと来れますよっていう、うん、あの窓口は広くしてるんですよね。うん、本当にそういう感じですよね、はい、なので、まあ、本当に僕も、まあ、若い人たち特にジャズをやる人たちに向けてセッションを今やってるので、はい、まあ、幅広い世代来ていただいてっていうふうに思ってるんだけど、その中でホストもセッションホストもあの僕より若い世代の子にお願いしたりとかしてると、本当にね、なんかこれあそこでしか生まれないエネルギーがあるんで、なんかこれは
琥珀さんでこの価格帯で、うん、なんかみんな自身があれをスタジオ借りてやることもできると思うんですよ、うんうんうん、なんだけどそれでは得られないなんか時間であったり幸福感であったりっていうのはやっぱ空間が演出してくれてることなのかなっていうのを感じていますね、うんうんうん、はい、ありがとうございます。なんかもう本当にそのフェスティバルが僕らもジャスミント東京としてもすごいやっていきたいなっていうふうに、ねそうだよね、思っているんですけど、うんうん、なんかどんどんそういうイベントがもうコロナもこれでそろそろ落ち着いてもらってってなったらいいなっていうふうには思っていますね。そうですね、そういうフェスティバル企画したいですね。そう企画したいですやっちゃいます一緒に。あ、いやもうなんかそんなんできたらめちゃくちゃ嬉しいです、ね、渋谷、うんうん、暑いじゃないですか、ね、うん、本当になんかそれこそミュージシャンだったりお店だったりっていうつながり、うん、まあ、マリコさんのコネクションものすごい広いでしょうし、なんかそれと別に僕のつながりのある皆さんでっていう、そこがつながったらまた面白いなんかこう、うん、化学反応が起こるかもしれない、ね、形にできそうだね。そうですね、うんうん、なんかそれはやりましょうやらせぜひやらせていただきたい。決まりましたです、ね、そうか、あそれいいですねそうか、ちょっとじゃあ渋谷区長、ね、渋谷区長さん、渋谷区長さんお知り合いの方コメントくださいこちらの宛先まで用意してないわそんな話いやね、そこはぜひね、いいですねいいですね。いやそれはなんかコメントとか来てます、大丈夫ですか、はい、来てないですもう、じゃあどしどしコメントして、アーカイブの方でもねコメントしていただけたらあのお返ししますので、ぜひコメントしてください。なんかあともう一個事前にお伺いしていたんですけど、はい、琥珀さんが周年のイベントが、あそうですね、もうあるとかないとか、周年がていうかオープンしたのが4月の12日なんですよ、はい、で、もうもちろん今年ももう過ぎたんですけれども、おめでとうございます、ありがとうございます。でやはり皆さんどこのお店もねそうだと思うんですけども、なかなかその、まあ、コロナの、うん、で最初の1年は本当にもうコロナが何かわからないような時期で、うんうんうん、本当にこうなんですかね、外出禁止みたいになってて、はい、そうでしたね、そうそう、それで亡くなりで2年目もやっぱし亡くなりっていう感じで、うんうん、で今年できそうだったんですけど、うんうん、やっぱ1月ぐらいには決めないといけないじゃないですか。そうですね、でなかなかちょっとうちのお店 の, あのスタッフ の, あの変更とかもあり、うんうん、コロナもありどう、まずミュージシャンのスケジュールも確保がちょっとまだわからないっていうのもあり、うんうん、っていうこともあって、うん、まあでもなんか来年4年目なんですけども、はい、あの来年はなんかちょっと盛大に盛大にしたいなと思ったりとかしてるの で, いいで4月12日、はい、あの心当たりあるミュージシャンの方々はスケジュール開けといてくださいあなたですよ、はい、そうなんですね、いや12日4月12日今から開けとけ、今から開けといてくださいぜひ、僕もじゃあちょっと今後でちゃんとカレンダーに開けといてください、あのチェックお願いします。すごいですね、え、お店で琥珀さんで主年やる感じですか、お店で。いやもちろんもちろん、うんうん、すごい人数になりそうですけどね、なんかその2日間とかね、2 days とか、うん、いいかなと思ってます。11と12とか、そうですね、ね、なかなかそれこそまあ同じ楽器同士とか、まあ、サックス同士だったらまだあるけど、ドラマー同士とかピアノ同士とかっていうのって合わないじゃないですか。そう、ね、だからそういうイベントの時って、うんうんうん、会えるのが、まあ、フェスティバルとかもそうですけど、 それが楽しいですよ、いろいろ話せるのね、うん、すごく僕はそれが好きですね、うんうんうん、なんかやっぱりその演奏を聞くことってあのできるじゃないですか、今 YouTube でもなんでも、うんうん、この人どんな演奏するんだろうっていうのは知り得るけど、うんうん、なんかそのやっぱり生の良さって、うん、それ以外の時間に話すことが
できたり、ミュージシャンと接点、お客さんが接点持てることもそうだし、ミュージシャン同士が接点持つことができるっていうのもそうだし、なんかそれがまた一つ生の良さだったり魅力だったりかなっていうふうに思ってて、なんか琥珀さんの空間ってそれがまたすごく実現しやすい場所だなっていう。お店によっては広くて楽屋があって、なんかすごく開放的な空間でみたいなところもあるんですけど、それはそれですごく好きだけど、なんかそういうところでやっぱりすごくミュージシャンと距離を感じてしまうかなっていうふうに思っていて、ミュージシャンも楽屋でミュージシャン同士で話しちゃうしとか、それが琥珀さんの場合はすごくなんかこう楽屋ないからね。いやそれがいいなっていうふうに、いらないじゃないですか、ね、どうなんですかね、まあ、まあそれはね、まあ、店舗によっていろいろあるんでしょうけどね。いやあっていい部分もめちゃくちゃあるんですけど、なんかその琥珀さんの雰囲気ってそれもあって、そうだね、でも私もそう思ってて、うちの店の良さっていうのは、うん、はい、そうあえてねそんなにこう距離がないというか、そうなんですよね、なんですかねあれは、なんだろうね、うん、なんかこうお店の皆さんのマリコさんはじめ皆さんの空気なのか、うんうんうん、なんかこう人と人との距離を縮めてくれる場所ですよね。なんかこう なんなんですか。ずうずうしいんでしょうね、多分ね、あのスタッフみんな私含めて。あ、そうなんですか。ずうずうしくめちゃめちゃ話しかけちゃうからもう。いやそうか、でもなんかそれが気持ちいいんですよね。ありがとうございます。なんかそう、なんかこういうイベントの中で何度か僕は話させていただいてるんですけど、やっぱそのミュージシャンが語る場であったり、まあ、もっとラフに語るというよりもおしゃべりする場所っていうところがもっともっとあってほしいなっていうふうに思ってて、なんかそういうライブもやりたいなっていうふうに、なんかシンプルにちょっとっていうかワンセット演奏して、その後も交流会とかトークセッションでもいいし、質問タイムでもいいし、トークセッションもいいよね。なんかそういうイベントもやってましたよね。なんかカレーのとか、竹蔵とね、あのあっちゃんのねやつとかね。カレーをミュージシャンがカレーを作ってとかっていうのも、それでお客さんそれを召し上がって演奏もするんですか。いや、あのね、演奏するパターンの時もあるんだけど、この間大村コウさん、はいはいはい、あのコウさん、コウさんにもうやばくて。いや、だっていろいろ。インド人っていうか。もうインド人ですよ。そう、いや、宇宙人です。宇宙人。尊敬してるんですけど。あの、尊敬を超えた。大好きで、プライベートでももう飲みに誘ってますからね。コウさん、あの、飲みに行きませんかみたいな。みんなスタッフと一緒に。いいですね。うんうん。話が面白いんですよ。ああ、わかります。で、コウさんの時は話ずれちゃった。ごめんなさい。全然全然。で、コウさんの時はライブなしで。ああ、もうそれだけ。はい。やっぱ大変なんですよ。ライブしてカレーも作って。忙しすぎですよ。そうそうそう。全部持ってきますもん。結構大変で。いや、なんかそういうのって、あとはあれですね、DJ をミュージシャンがやる日とか、あ、そうです。やってらっしゃいますよね。はい。なんか、すごい、必要な時間というか絶対楽しいし、なんかミュージシャン音楽だけやってるよりもなんかそういう方が、そう、もうカウンターの中に入ってもらってね。そうです。たくみくんもね、もうちょっとそのコロナとかなんかいろいろ全部もう落ち着いたからね、いいのかなと思ってるけど、たくみナイトやってほしいなって。たくみナイトはやばそうですけどね。わちゃわちゃしそうですけどね。たくみくんがチョイスしたレコードを流しながらっていう感じ、はい、いいですね、うん、簡単に入ってお酒作って楽しそうですね。そうそうそう。いや、なんかそこがなんか実は一番地道にというか、うん、なんかこう新しく突破口としてこの方法がとかバーンっていうよりも、うんうんうん、なんかこうミュージシャンはミュージシャンとして音楽やりますっていうところと、うん、本当にそれだけじゃなくて、なんか人間同士がつながれるんだよ、うん、ジャズミュージシャンってそういう、うん、なんかこうそういう人たちなんだっていう風になっていくと、なんかこうみんながみんな仲間になってって、まあね、切磋琢磨もあるだろうしね。そうで、音楽聴く側もなんかこうミュージシャンと仲良くなってこう当事者意識を持ってジャズを楽しめるように、なんか本当に生活の一部にみんななっていくんじゃないのかなっていうのを、僕はなんか最近は、そうそうそう、あ、そっちかなっていう風に、なんかなんちゃない話の中で実は
大事なものを学べたりすることもあると思うんだよね、うん、例えば勉強会っていうのをちゃんと開くのもめちゃめちゃ大事なことで、うん、それも大事だけど、例えばの飲みながら、うんうんうん、なんかちょっと話してる中でも得れるものってものすごくある。いや、そうですね、それこそバンド、それでバンドになる時とかあります？あ、ヨーロッパみたいなねそういえば演奏したことないよねあー、そっかそっかそっか、何度も飲んでるけどみたいな、ね、うんうんうん、そういうなんか、そうだね、はい、小白さんはそういうのにもってこいの空間ですから、そうだね、そういう、うん、そういう空間をなんか守っていきたいなと思ってます。はい、うん、もう本当にまあめちゃくちゃ今もお世話になってますけど、末永く僕もなんかよろしくお願いしますと。こちらこそですよ。番組を使ってちゃっかり自分を売り込むといういや本当にぜひまだ小白さん行ったことない皆さんは小白さん行っていただいて、はい、ぜひマリコさんに会いに来てくださいもうね、うちのスタッフも本当みんな優しいスタッフで面白いスタッフばっかりなんで、最高です、僕大好きで。はい、なんか質問とかまだ来てないですかね、今回は、うん、じゃあまた何かあれば質問お待ちしております。何か言い残したこととか、あ、もう4月12日がいやいやいや、もうガンガン言った方がいいですよ来年の4月12日あなたとか、あなたとか心当たりミュージシャンの方々ぜひスケジュール開けておいてくださいよろしくお願いします。はい、ということで今回は貴重なお時間お話いただきましてありがとうございます。前田真理子さんでした。ありがとうございます。また次回お会いしましょう。ありがとうございます。